はい、突然ちょっとバス取っちゃおうか、はい、多分大丈夫。もう鈴木社長になんかもうあれ頭が上がらないって言っておきながら、いや多分大丈夫。あの横尾さんと大川さんにも許可もらっちゃったから OK です。すいません、ありがとうございます、はい、こちら伊勢津の、はい、なんていう車でしたっけ。スーパーグレート、スーパークルーザー、スーパークルーザー、トラックじゃないよ、ね、バスよ。すいません、うん、スーパークルーザーというバスを、はい、紹介させてもらいたいと思いますけど、紹介もくそも、ごめんなさい、これ知識あるの。いやいや、ないでしょ、ね、バスマニアじゃないでしょ。バスマニアでもなんでもない、ね、これまずね、大川さんが言うのこれちゃんとミラー変わってんだよ、これグレートミラーに。グレートミラーって言うんですか。スーパーグレート、ほらほら、あーほら、本当は違うんですか。本当は違う、うん、すごいよね。で、あとヘッドライト、ヘッドライト、あ、これ変えてるんですよね。これがスーパーグレートのヘッドライト。あ、これスーパーグレートなんですね。これは、あー、イカリングの隣にあちらのスーパーグレートのヘッドライトと同じタイプを加工で入ってます、うん、そして空のイカリング。イカリングってどうですか。あ、これか、これか、これか、はい、イカリングですね。あ、これが LED ですね、はい、おー、ヘビーデューティーエクスプレス、これはすごいな。あ、お願いしますね。うわー、ぜひ。え、こっちはサブね。こちらサブエンジンで、サブマフラーでエアコンとかで使うんですって。はい。わあ。あ、しかも先ほどのこれ、カーズさんと言ったらマジョーラ、はい、ただ一番大事なとこよ。ですよね。はい、検索と、もうこれで検索すればすぐ出てくる。はい、そうですよね。この人は、はい、キックボクサー新田で検索よ。あ、いや、そっちですね。こちらからの下平さんがいました。またお邪魔しました。専務さん。専務さん。可愛いね、これね。お疲れ様です。お世話になってます。ありがとうございます。楽しませてもらってます。お疲れ様です。はい、超デカデカカーズさんね。カーズさん目立ちますね、これ。かっこいいよね。マジョーラだよ。バスもマジョーラカラーだからね、うん、カーズスペシャル X ハストシステム、これは日本語訳でなんていうんですか。カーズが作った特別な漫画4冊。あ、カーズさんが作った特別な4漫画ですね。そのままですけど。見たことない。はい、見たことない。見たことない。ダブルマジョーラがはい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 。4本。そうですね。しかも泣いてたよ。泣いてましたね。ちゃんと泣かせてますね。ない、バッチリない。そして後ろも。おー、ヘビーデューティーエクスプレス。すごい。あれのエアブラシで A ハンドさんの作品で。はい。A ハンドさんはね、東北から来られるんですよ。あ、そっか。それで、あ、預けるんじゃないんです。預けるんじゃないんですね。あ、来てくれて書いてくれるんですね。で、だからその分の旅費、はい、例えば旅費だとか、はい、作業代とか、はい、いろいろかかっちゃうんだよ。あ、そういうことですね。みんなそれ社長が払ってます。はい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 。鈴木社長が。あ、はい、そういうことですね、はい。出張で来てもらうという形なんですね。全部お金かかってるんですよ。はい。しかも場所がカラー、うわ、すごいな。後ろ側も。ほら。目立ちまくりですね、これは。かっこいいでしょ。かっこいいっすよ本当に。ちょっとさ、俺も早くもう中の見たくてしょうがないので、シュンタカメラでちょっとお願いします。シュンタカメラ、シュンタカメラっていうか、行ってるっすよ。一緒に行ってるっすよ。行ってるっすよ。行ってるっすよ。一緒に行くんすよ。いや、あのシュンタカメラでお願いします。いや、だから一人で喋ってらんないですから。いや、喋れます。なんで、マジでも本当に聞くんですか。なんで聞くんですか、マジで。行ってるっすよ。タコくんじゃ行ってくる、一緒に。シュンタはちょっと映してきて。なんでマジで。頭気をつけてね。頭気をつけて。失礼します。
タグモッチ、はい、説明してくれ。すごいやば、見てこれ、とにかくやばい。後ろの見える感じなんだけど、これでもう超豪華だもん。マルセル、マルセル、マルセル、これですね。あ、客席見えるんですか。マルセル、疲れちゃったのかな。どうなんですか。え、来ますよ。すごい。いやー、これのギアとか、ギアじゃねえや、これなんだっけ、シフトもすごいね。すごいですね、これ四角いね。しかも中もマジョーラで、しかもこれってなんて言うんだろう、金火山の。金火山のなんですかね、これは。ちょっと記事がわかんないですけど。わかんないか、タクボッチもわかんない。わかんないですね。マジですか。お花束っぽいですね。え、花束っていうんだ。お花束です。お花束っていうんだ。お花束です。あ、ごめんなさい、お花束ですね。シャンデリアとかもすごいし。すごいですよね。ちょっと後ろ行かせてもらいましょうか。そう、ちょっと行こう。 この金火山は、うわ、全部色色の違ってるな。はい、これは大花束ですね。大花束だと思います。だと思う。ちょっと失礼します。タグモッチ、はい。広すごすごくね。ちょっと一番そっち側から撮ってもらっていいかな。これ最前席。最前席。シャンデリアもすごいですね。あ、そうですね、本当にシャンデリア気をつけないと、これまず やばいですね。なにこれ、前にゴカナイトで俺撮らせてもらった、覚えてる？タクちゃん、あ、覚えてますね。はい、の感じの中身を今思い出してるんだけど、うわ、やべ、これありますね、このどれですか、服装が。あ、これですね、自分の服装が今この感じですか。確かに確かにめちゃくちゃあってガチャガチャする感じになりますけど、すいません。なんかこんな感じだったけど、なんかこんな金華山がこんな感じになってんだ。金華山これ3種類ぐらい、4種類ぐらいあるね。4種類ぐらいあります。多分中僕になら全部言えるよ。いや、すいません、今大花束は大花束、これだって俺と同じでしょ、これ名前なんて言えば。エスカルコだっけ、なんだっけ、エスカルコなんかねえから、なんだっけ。なんだっけ、金華ザーンだ、俺の金華ザーンってやつじゃない。金華ザーン、あれ、どうした、金華ザーン。すごい、これなんて紹介していいのか分かんないから、ちょっとこれ見回す感じでいきましょうか。いや、本当、もうちょっとだって、ね、もう説明できないもん、ちょっと、はい。これ、なんだっけ、24プリズンブレイク、プリズンブレイク。見てましたね。おい、ちょっと失礼します。おお、ここで宴会なんて全然できちゃうね。してましたね、きっと。あ、してました。牛タンあるし、牛タン、あ、いいですね。いいですね。はい、めちゃめちゃざっくりな感じになっちゃいましたけど、まあ、こんな車乗ったことある？ないです。ない、はい。そっか、前回も乗らなかったもんね。俺は紹介させてもらったけど、ゴカナイトで。その時初めてだったんだけど。はい。人生2回目だ、俺。すごいじゃないですか。すごいね。旅行してみたいですね。旅行してみたいね。あー、それありだね。頑張るわ。お、期待ですね、これは。行きましょう、タコバッチ。あ、来た。そうだ。こちらちゃんを。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。鈴木社長、あ、鈴木社長さん、もらいました。出てくれました。鈴木社長、これ初でしてくれてるという感じですね。な感じですね。はい、今一回下向けてたんですよね、僕も。え、あ、そうそうそう。鈴木社長がダメだと思ったから、でも出てくれた、初出演ですよ、鈴木社長。テレビですか。じゃないですよ、本当に。あの、車宅台なんで、鈴木社長、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は3台ちょっと乗らせてもらったんですけど、はい、今度、あ、これ、こちら、1台目の、大川さんの、車宅台ね。はい。そして、横尾さんのスカニア。そして、こちらは鈴木社長さんの、はい、これはもうだって、いや、これ、個人です。はい、会社のバスです。会社のバス。あ、どっか出かけたりするときに。はい。あ、そういうことですね。僕のバスじゃなくて、従業員みんなのバス。あ、従業員さん、皆さんのバスということで。パートさんから、はい、頑張っていただいてる人、はい、皆さんのバス。あ、それでじゃあ、お出かけしたりとかするように。そうですね。あ、そういうことなんですね。はい。いや、今回ありがとうございました。いや、小田原ということなんで、はい、今平塚なんでかなり近いんで、本当に遊びに行かせてください。丸、はい、先輩と一緒にちょっと。これはもう、もう入ってきました。
頼み出したいってずっと言ってるんですよ。マジで、はい、なんでちょっと今度遊びに行かせてください。はい、わかりました。せっかくだったら、オーカーさんと。最後、最後、じゃあ、どうぞ。はい、すいません。今回は、なんかこう流れてる、こちらまでこちらまでということで、はい、カズさんの、じゃあ、概要欄、概要欄ですか、テロップ出させてもらいますので、はい、こちらまで。こちらも。鈴木社長ありがとうございました。皆さんのご紹介でした。お疲れ様です。ありがとうございます。バイバーイ。